私の名前はなるみ。戸建てに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。今度家族みんなで遊園地に行くんだ。その遊園地はあまりアトラクションが多くなくて、どちらかというと見て楽しむタイプのところ。私は今お腹に赤ちゃんがいるからのんびりと楽しむ予定だったんだけど。遊園地行くんだってね、最高。私のことをいつ誘ってくれるの？いつ誘うっていうのはどういうこと？プチ旅行で遊園地に遊びに行くんでしょ？私聞いたんだから。そうだね、ちょっと近場に旅行に行く予定だよ。遊園地にも行く予定はあるけど。ほら、何か言い忘れていることない？言い忘れていること？私に何か言うことはないの？お土産買ってくるね。違うでしょ？一緒に遊園地旅行行きませんか？でしょ？なんで私が誘わないといけないの？逆になんで誘わないつもりなの？え、だって家族旅行だよ。なんであなたの家族も一緒に行かないといけないの？誰が家族を連れて行くって言ったのよ。私を連れて行ってって話。それはますます意味がわからないよ。子供同士が仲良くて誘うとかだったらわかるけど、なんでお子さんも参加しないのにあなたを連れて行かないといけないの？私、遊園地ってここ最近行けてないんだ。だから遊園地に行きたいなと思って。なら自分一人で行けばいいでしょ。そんなの寂しいじゃない。じゃあ家族で行けばいいじゃない。旦那はあんまり好きじゃないのよ、アトラクションとか。見た目はごつい癖して高いところ苦手って笑っちゃう。でも私が行こうとしている遊園地はあんまりアトラクションないよ。どっちかというとパレードとか、あとはお花とか見て楽しむ方が多いかな。そうなんだ。まあ何でもいいんだけど、一緒に行かせてよ。だからなんで自分の家族で行かないのよ。旦那仕事忙しいんだもん。しかも私の息子結構引っ込み思案でしょ。人混みとか苦手だからあんまり遊園地とか水族館とか行きたがらないの。だからあなた一人で参加するって言ってたのね。そうそう。だけど今回は家族旅行だから遠慮してくれる？私は家族みんなでのんびりしたいの。なら私は一人寂しく遊園地に行けってこと？お友達とか自分のご両親誘うとかは？私の両親も高いところが苦手だし、歳が歳でしょ？アトラクションに乗せてぽっくり行っちゃったら笑えないじゃない。そんなことならないと思うけど。それに友達って言っても私地元遠いの。だからママさんたちと一緒に行くくらいしかないのよ。家族合同で行くとかお子さんも参加するんだったら100歩譲ってわかるけど、あなただけ参加なんて、それはさすがに認められない。私のこと嫌いってこと？そうじゃなくて、私はなるみさん家族と仲良くしたいと思ってるの。なるみさんのお子さんっていい子でしょ？旦那さんもイケメンだし、私仲良くなれると思うんだ。家族旅行にママ友一人ポツンって参加しても楽しくないでしょ。旦那も娘も変に気を使うだろうし。大丈夫大丈夫、私全然気使わないから。あなたの心配してるんじゃないわよ。とにかく今回は無理。また縁があったらその時誘うね。やだやだ、私行きたい。お願い、いい子にしてるから一緒に行こうよ。この際だからはっきり言うね。何？私と一緒に行きたいわけじゃなくて、お金を出してもらいたいだけでしょ。え？なんでそう思ったの？普通に考えて、私たち家族と一緒に行くメリットなんてないじゃない。考えられるとしたら、お金を出してもらいたいか、私の旦那と仲良くなりたいとか、そんなことじゃないの？私こういうパターンはもう大体わかってるから。そんなはずないじゃん。ママ友であるなるみさんにお金を出してもらうなんて、そんなこと言わないよ。だから信じて。しかも風の噂で聞いたんだけど、ここ最近旦那さんと喧嘩したらしいね。お金の使いすぎだからパートに出てほしいって。誰から聞いたの、そんなプライベートな話。噂好きのママさんとかいるからね、気をつけた方がいいよ。あなたはパートは行きたくない、旦那さんはパートにいてほしいって喧嘩になったみたいじゃん。その状況から見るにお金に余裕がないんじゃないの？それはあまりにも失礼すぎない？私のことを貧乏人だって言いたいの？そうじゃないけどさ、こんなしつこくついてきたいって言われて怪しまないわけないでしょ。今回は一緒に行けない、これ以上話すことはないから。そう、あなたの考えはよくわかった。残念だわ。また今度違うタイミングで一緒に行けたらいいね。お土産買ってくるから。それじゃ。
旅行当日、なんであなたがここにいるの？やっぱり諦めきれなくて、私も旅行に行くことにしたんだ。明日遊園地行くんでしょ？私も一緒に行ってもいい？お断り。 LINE で何度も断ってたはずだけど。そこをなんとかお願いよ。せっかく参加しちゃったんだから、もう仲良くするしかないと思わない？私一人寂しく観光とか遊園地で遊ぶとか嫌なんだけど。そんなの知らないよ。勝手にそっちの都合でついてこないで。お願いだって、なるみさん。さっきも手持ちがないからちょっとお金貸してほしいとか言ってきたでしょ。やっぱりお金目当てだったんだ。違うよ、今日は土曜日でしょ。土曜日にお金下ろしたら手数料かかるじゃない。だからもったいないなと思ってなるみさんに借りようと思ったの。もちろん返すつもりだったよ。1円も貸さないからね。なるみさんってガード固いな。でも旦那さんってどうなの？旦那さんの前でも断ったら印象悪いんじゃない？自分の嫁がこんなにケチだと思ったら旦那さん嫌なんじゃないかな。旦那はそんなこと言わないから。私の体質のことも知っているし、おかしなことを言っているのはあなたの方。本当に釣れない人。まあいいわ、困ったらまた LINE するね。明日もし遊園地行くときに偶然会っちゃったら一緒に行こうね。何が偶然よ、しらじらしい。そういうことだから、また明日ね。勘弁してよ。次の日。なるみさん見つけた。実はね、ここに来るまでの間に財布を落としちゃって。少しだけお金貸してくれない？入場料なんてたかが知れてるでしょ。そんなの知らないってば。どうせ元からお金持ってきてなかったんでしょ。そんなことないよ、入場料も払えない貧乏人だと思ってるの？さすがにそれぐらい払えるって。それじゃあ今すぐ警察に行ってお財布なくしたって言ってくるんだね。今日中に帰ってくるといいね。何その冷たい態度。お財布なくして困ってるママ友に言う言葉がそれ？お財布なくして困っているママ友に見えないから言ってるんだけど。子供と旦那さんの前で泣いてもいいのよ。なるみさんにいじめられたって騒いでもいいんだから。はい、何考えてるの？旅行先でそんな思い出嫌だよね。少しお金を出すだけでいい思い出になるのと、お金を出さずに最悪な思い出になるの、どっちがいい？いい加減にしてってば。お願いだって、別にいいじゃん。入場料とお昼ご飯とお土産代ってそんなにお金かからないし。なるみさんからしたらはした金でしょ。あんたみたいな小じきにははした金でも渡したくない。え、そもそもお金にはした金とかないし、このお金は私が将来のため、子供のために頑張って稼いだもの。あなたのために使うものじゃない。分かったらさっさと帰って。ひどい、本当にひどい。ここまで堅くなにお金を出さないなんてどんなケチなの。ちょっとお金出すぐらいいいじゃん。そのちょっとのせいで今後ずっとあなたにたかられたくないからね。それじゃあさよなら。あれ、どこに行ったの？なるみさん、なるみさん待ってよ。私の分のチケットは？おい、どこに行ったの？おい。ゆりとひまわりとともこのライン。家族旅行、これ以上邪魔しないでください。私のなるみさんがゆっくりと家族で楽しむ時間なんですから。私のなるみさん、家族旅行の邪魔をするなんて絶対にダメです。あなたには特別席を案内しますから、こちらにどうぞ。なるみさんと仲がいいママ友の二人、このタイミングで LINE してくるなんて、まるで私たちの LINE を見てたみたいね。正解といえば正解ですね。もしかしてあなたたち家族も遊園地に来てるの？なるみさん家族の邪魔をするわけにはいきませんから参加していません。よく言うよ。何か？何でもありません。私のなるみさんに迷惑をかけないでください。じゃああんたたちでいいわ。ちょっとお金貸してくれない？遊園地に入りたいんだけどお金がないの。財布なくしちゃってさ。あなたのカバンの中に入っているのは財布ではないんですか？え、黒色の財布で長財布ですね。残金が1692円。確かに遊園地の中には入れなさそうですけど。え、え、どこから見てるの？なんで？ゆりはなるみさんのことが大好きなんです。なので、なるみさんに関わった人のことは24時間365日監視しています。はあ？あなたのこともずっと見ているので、あなたが今どこにいるのか、財布はどこにあるのか、残金はいくらなのか、どういう思考回路をしてそこにいるのか、すべてわかるんですよ。
信じがたい話だけど、財布の中身は合ってる。どうしてわかったの？それに思考回路って。あなたのことをずっと見ているって、ついさっき言ったじゃないですか。財布の中身とか現在地、LINE のやり取り、把握されてて当たり前です。怖っ。思考回路も簡単ですよ。あなたが生まれてきて、どのような教育を受けたのか、どのような環境で育ち、どのような友達と知り合ったのか、それを知っていれば、おのずとあなたの思考回路はわかります。メンタリズムのやばいバージョンみたいな感じだね。そういうものなの？あなたのもとに今お迎えを送りました。なるみさんに迷惑をかけさせるわけにはいきません。特別に違う遊園地に案内してあげますから。本当にお金ないけど、いいの？はい、逆にお金を払ってあげてもいいくらいですよ。何それ、最高の施設じゃん。行く、私そっちで遊ぶ。絶対に行かない方がいいのに。しかもあれだけなるみさん家族にこだわっていたのに、簡単にそっちに行くなんて。やっぱり一人が嫌とかじゃなくて、お金を出すのが嫌だったんですね。当たり前でしょ。今私お金ないんだもん。旦那と喧嘩してるから、お小遣いだってほとんどないし、ちょっとは気晴らしに旅行にでも行かないとやってらんないわよ。よかったですね。楽しい遊園地に連れて行ってあげますよ。マジで？嬉しい、ありがとう。楽しんできてください。遊園地ってマジで久しぶり。旦那さんと喧嘩しているのに、よく遊園地に行こうなんて気持ちになりますね。気分転換よ、気分転換。それでなるみさんに迷惑をかけるなんてありえませんけどね。別にいいじゃん。ちょっとだけお金出してもらおうと思っただけだし、結局出してもらってないんだし。なるみさんの旅行についてきて不快な思いをさせてほしくないんです。そんなカリカリしないの。能天気というか、何も分かってないんですね。ユリに目をつけられた人はもう最後なんですよ。命が危ないことになっているのに気づいていないなんて。何の話か分かんないけど、とりあえずまあいいわ。遊べるならそれでオッケーって。何ここ？これからあなたが毎日遊ぶことになる場所ですよ。いや、おかしいでしょ。何があったんですか？ジェットコースターに乗ろうと思って一番上に行ったら乗り物がないの。え？だからジェットコースターの乗り物がないの。線路みたいなのはあるけど、はいどうぞってだけ言われて締め出された。考えただけで手汗かきました。それってつまり、ジェットコースターの線路の上を歩けってことですか？そういうことなのかな、よくわかんないけど、人は誰もいないし、締め出されたせいでどこにも行けない。楽しんでください。あなた高いところ好きなんでしょ？ドキドキジェットコースターです。落ちたら終わりなので気をつけてくださいね。はあ？ふざけてんの？こんなの遊べるわけないじゃない。今日は試しですから、簡単なものにしています。旦那様と離婚した後は本格的な遊園地にご招待しますので。本格的にって離婚なんてしないわよ。ユリに目をつけられたら離婚は絶対すると思ってください。それに楽しそうでいいじゃないですか。ジェットコースターの線路の上を歩くなんてなかなかできないですよ。なかなかできないんじゃなくて、したくないのよ。お断りなの。なるみさんに迷惑をかけるような人はこの世にいりません。その遊園地で楽しく遊んでください。なるみさんに迷惑をかけた人はどんどんそこに放り込むので、人も増えていくでしょう。今は一人で遊ぶものしかありませんが、これからお友達が増えれば、もっといろんな競技が楽しめるはずです。競技って言ってるし、もういいわ。こんな遊園地は却下。帰る。帰るなんてダメですよ。今回は離婚の手続きをするために一時帰宅を許可しますが、その後は全部のアトラクションが終わるまで帰れません。うわー、普通の遊園地だったらめちゃくちゃ嬉しいやつ。全部乗りたくても時間的に乗れなかったりするもんね。あんたの反応もちょっとずれてんのよ。なるみさんに迷惑をかけたんですから、しょうがないことですよ。高いところが好きなのでしょ？たくさん楽しんでください。こいつはサイコパス、サイコパス集団だ。関わったのが間違いだった。助けて、あなた。その後、とも子さんは一時帰宅を許され、旦那さんと話し合いをすることになった。だけど勝手に遊園地に行こうとしていたこと、そしてそのお金を私に出させようとしていたこと、全部バレ離婚寸前。
智子さんがいくら言い訳したところで旦那さんが許してくれるはずもなく、結局離婚することになって、智子さんはあの遊園地に連れてこられた。高いところ苦手な人でもさすがに怖いよね。だってよくよく考えたら、ジェットコースターで一周ぐるっと回ってるやつとかもあるでしょ。そこ落ちないように頑張るってことは、しがみついたりして登ったり降りたりするんだよね。考えただけで本当に怖いな。一つ目の競技がそれなんだから、次はもっと大変だろうね。彼女、何個のアトラクションに乗ることができるのかな。全部乗り終わったら解放されるわけだし、まだ希望はあるかもね。私の名前は水木。小学2年生の娘千秋と、生まれたばかりの息子ひろや、そして保護猫カフェからやってきた猫のねにゃまる。この3人を育てている兼業主婦だよ。私は旅行が趣味なんだけど、まだ下の子も小さいし、しばらくどこかに行くことは考えていなかったんだ。当然旅行のお誘いも断っていたんだけど、一人のママさんが変なことを言い出したんだよ。ちょっと、水木さんってば、旅行キャンセルなんて。仕方ないから、水木さんの分はキャンセルにするけどさ、ホテル代とかは後で払ってね。よろしく。リンコさん、 LINE 送る相手、間違えてない？ううん、水木さんに送ってるんだけど、高級旅館だから、一泊5万円ね。後で払ってね。いや、意味がわからないんだけど、旅行とか高級旅館とか、何の話？だから、今日がママ友旅行の日なの。でも水木さんは集合場所に来なかったでしょ？それはもうどうでもいいんだけど、お金だけは払ってね。いや、ますます意味がわからないんだけど。だって、私旅行なんて誘われてないよ。誘われたとしても断るでしょ。やだ。自分で行くって言ったのも忘れちゃったの？まあ、どうでもいいよ。5万払ってね。何これ？新手の詐欺か何か？水木さん、逃げるの？何から？だって、私、水木さんのこと旅行に誘ったよ。いつ？前に子供会の話し合いがあった時かな。水木さんは他の人と話をしてたから忘れちゃったんじゃない？私、ちゃんと後ろから旅行に行きましょうねって誘ったもん。そうしたら水木さん、そうだねって言ってたよ。そんなの、誘ったことにはならないでしょ。後付けで嘘をつくのやめてくれる？でも、そうだねって言ったよ。私は他の人と話をしてたんでしょ。じゃあ、その人に言ったんだと思うけど、そもそも旅行先も費用も何も聞かされてないし、何より私とリンコさん、旅行に行くほど親しいわけじゃないでしょ。ひどい。私は水木さんのこと、お姉ちゃんみたいだなって思ってるんだけど、今日からお姉ちゃんって呼んであげてもいいよ。きっつ。え？大人になってまでそういうのきついんだけど。てか、リンコさん40代後半でしょ？私、30代ど真ん中。なんで年上の人に、お姉ちゃんなんて呼ばれないといけないの？でも、私の方が若く見えるでしょ？だから、水木さんがお姉ちゃんなの。うわ、香ばしい。香ばしいって何？痛々しいって意味だよ。私のどこが痛々しいのよ。とにかく、請求書を作るからよろしくね。バカが。口が悪くて申し訳ないんだけど、本当にバカすぎるよ。他の人たちにも、ちょっと話を聞いてみたんだけど、そもそも凛子さんが旅行に出発したのは昨日のことなんだって。多分予想以上にお金を使いすぎちゃったんだろうね。それで集金しようとしているのかもしれないけど、なんでこんなやり方で、しかも私から集金しようとしているんだろう。マジで理解に苦しむよ。翌日帰ってきた凛子さんは本当に私の家に請求書を持ってきたんだ。ポストを見た時はさすがに笑っちゃったね。翌日。水木さん遅い。ねえ、お金まだ？早くしてよ、お金。凛子さん。ママ友3人で行く旅行に追加してあげたんだから、早く5万払って。まあ、旅行はもう終わっちゃったんだけどね。あなたの旦那さん、土下座してるよ。え？謝罪したい気持ちがあるのはわかるんだけど、こんな時間に10分以上土下座されて、こっちも迷惑なの。凛子さん、連れて帰ってよ。なんでうちの夫が水木さんの家にいるの？てか、なんで土下座なんてしてるのよ。そりゃ、自分の妻が犯罪者みたいなことやってるんだもの。普通の旦那さんだったら謝罪くらいするでしょ。夫婦なんだし。でも、私も家に小さな子がいて忙しいし、これ以上は迷惑なの。は？え？わからないの？旦那さんは凛子さんやお子さんたちのために、
頭こすりつけて土下座してんだよ。なんで？凛子さん、私にわけのわからない請求書をよこしたでしょう。私、それを持ってすぐに旦那さんのところに行ってきたんだよ。凛子さんの旦那さんがお店をやっているのはわかってるわけだし。なんで私の旦那に渡すの？私ははっきり言って、凛子さんは大嫌いなの。え？そんなことはっきり言う？こんなことをされて、嫌いにならない方がおかしいでしょう。でもね、凛子さんの旦那さんにはよくしてもらってるから、子供会とか町内会の集まりとか、いつも一生懸命だよね。掃除なんかがあると人一倍頑張ってくれるし。まあそれはそうだけど。だから凛子さんのことは大嫌いだし、本来なら即警察に行くような話だけど、先に旦那さんに話を通したんだよ。私はただ旅行の費用を払ってもらおうとしただけで。だから私誘われてないんだけど。そんなめちゃくちゃな内容でお金を請求されるなんてたまったもんじゃないよ。どう考えても詐欺じゃん。違うの！水木さんがキャンセルしたから。ああもう鬱陶しい。じゃあそれ警察か弁護士相手に同じ説明してね。え？警察とか弁護士ってそんなのやりすぎでしょ。どこが？それにこのままだと帰らないんだから、旦那さんのことも通報しなきゃいけなくなるよ。待ってよ。私は凛子さんの旦那さんが経営しているパン屋に行き、店内にお客さんがいなくなったタイミングで事情説明、請求書を見せたところ、何度も謝られたよ。そしてすぐに我が家まで来て、改めて謝罪してくれたんだけど、これ、警察に相談してもおかしくない話でしょ？そうなったら、お子さんや旦那さんのお店にも影響が出るかもしれない。そこで、何度も謝られて、最終的に土下座までされたんだよ。翌日、凛子の夫と水木のライン。昨日は本当に申し訳ありませんでした。謝罪に伺ったはずだったのに、逆にご迷惑をおかけしてしまって、本当に夫婦揃って申し訳ありません。いえ、吉田さんに悪気がないのは分かっていますから。でも奥様は。はい、妻はもうダメですね。昨日アドバイスをいただいた通り、早速深夜に家計の調査をしたのですが、家計簿も全然合わないし、普段あまり見ない口座の方はほとんど使われていてなくなっていました。だいたい300万くらい消えています。やっぱりそうでしたか。ごっそり減ったのはここ1年ですが、改めて過去の家計簿を見るとおかしいところがたくさんあります。もともと相当へそくられていたみたいですね。多分離婚しようと思っているんでしょう。離婚？失礼ですけど、旦那さんの方がじゃなくて凛子さんの方がですか？実は私も離婚を考えていたんです。家事や子供の面倒は全て私で、妻は遊び歩いていたので、喧嘩している時に何度か離婚したいと言われました。今時のおしゃれなパン屋じゃなくてアットホームな店にしたのが不満だったみたいです。そんなことで？まあ真意はわからないですけど、お店すごく人気がありますよね。本当に皆さんのおかげです。ありがたいです。私やはり離婚しようと思います。離婚の材料はまだまだ足りないですけどね。こんなことが起こるなら子供たちにも悪影響だと思いますし。材料ありますよ。え？それもたくさん。本当ですか？ええ、旦那さんが離婚したいと思うなら協力するしかないね。ということで、私は旦那さんの許可を得た上で、凛子さんの被害に遭っていたママさんたちに話をしたんだ。実は今回はたまたま私だったというだけで、凛子さんは以前から人にたかりをしていたみたいなの。中には相当強い言葉でたかられた人もいたみたいで、それに凛子さんって最近交友関係が派手なんだよね。どうもママ友たちと朝ホストとかにも通っていたらしく、その証拠もたっぷりと集まったんだ。そして思っていたよりもスムーズに離婚することができたんだよ。慰謝料や養育費も計算して、財産分与も行われ、凛子さんも一人で引っ越ししていったんだけど、離婚後、水木と凛子のライン。水木さん、警察に通報したのはあんた？え？凛子さん？警察に通報したのはあんたかって聞いてるの。いや、さっぱり意味がわからないんだけど、凛子さんが離婚して一人で引っ越していってから、だいたい3ヶ月くらい？もうとっくに凛子さんのことなんか忘れてたよ。じゃあ誰が通報したの？そんなの知るわけないでしょ。だいたい通報されたって、なんで？
凛子さん、ついに詐欺で逮捕されることになったの？違うってば。家に行ったり店に行ったりしても夫が会ってくれないの。それに学校に行って子供に会おうとしたんだけど、子供が全然出てこないし、先生にも待ち伏せはやめろって言われて。ああ、そういうこと。それで頭に来て店の前にゴミを捨ててやったんだけど。え？あとはネットで店の悪口を書いたりしたの。でもこんなの私だってすぐにはわからないでしょ。なのに警察が来て、私裏口からすぐに逃げたんだけど。そりゃネットの方はどうだかわからないけど、店の方は犯人なんてすぐわかるでしょ。え？なんで？凛子さん、商店街の会合みたいなやつ出なかったんだっけ？パン屋さんがある商店街、監視カメラがあるんだよ。そうだっけ。まあ予算不足でたくさんは設置できなかったんだけど、監視カメラを増やして全てのお店が入るようになったんだよ。だから店の前で嫌がらせをしたなら、それまさか録画されてるってことだろうね。やだ、嘘でしょ。それに小学校の先生にも待ち伏せしないでって言われたんでしょ。なら先生から旦那さんに話が行ってるんじゃないかな。嫌がらせをしたり待ち伏せをしたり、そりゃ警察が動いてもおかしくないよね。あの私何もしてないの。それで済むわけないでしょう。いやー。その後結局凛子さんは逮捕されてしまったよ。店の前に捨てたゴミの中にちょっと火がついているものがあったらしく、そりゃもうダメに決まってるよね。多分塀の向こうに行ったんじゃないかな。ちなみに元旦那さんのパン屋の方は売り上げ倍増だってさ。もともと評判のいいお店なんだけど、凛子さんのことが嫌いだからなんとなく行きたくないって人も多かったんだよね。そういう人も通うようになってすごい人気だよ。さて私も買ってきたパンを食べよっと。塩パン、バターがしみしみで美味しい。にゃにゃまるも気になるの？じゃあにゃにゃまる用のおやつを出してあげるね。一緒に食べよ。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。